京都大学2022年の力学に関する入試問題です。問題文を読んでみます。次の文章を読んで、空欄に適した式または数値を数ゼロの回答欄に記入せよ。なお二重空欄はすでに空欄で与えられたものと同じものを表す。また問1問2では指示に従って回答をそれぞれの回答欄に記入せよ。ただし重力加速度の大きさは G とし、摩擦や空気抵抗、昇級の大きさと回転の影響は無視し、衝突はすべて完全弾性衝突とする。図1のように鉛直な壁があり、水平な床面から高さ R の位置より上には点 O を中心とする半径 R の半円筒状のくぼみがある。続けて問題文を読んでみます。半円筒の下端に質量ラージ M の小球 A が静止しており、左から質量スモール M の小球 B を速さ V で水平に衝突させる。衝突によって小球 A は水平方向の速さラージ V を得て、半円筒に沿った滑らかな運動を開始する。運動はすべて同一鉛直面内、すなわち図1の四面内で起きているものとする。ここから問題文に入ります。括弧1番、図2のように小球 B が速さ V' で左向きに跳ね返されるとき、運動量保存の法則から MV イコール -MV' プラスA が力学的エネルギー保存の法則から2分の1 MV 乗イコール E が成立するので、スモール M、ラージ M、V を用いて V はスモール V は U、スモール V' は A と表せる。これより小球 B が左向きに跳ね返される条件はラージ M とスモール M を用いて O と表せる。この図が図2ですが、先ほどの問題文にあった図になります。括弧1番の問題のあと E の問題を解説します。最初にそのこの小球 B が速さ V で M、ラージ、ここの小球 A に衝突します。衝突後はこの小球 A はラージ V でこう運動しているわけですけれども、小球 B は跳ね返されたということですね。 V' で跳ね左向きに跳ね返されたということです。で、小球 B が速さ V' で左向きに跳ね返されるとき、運動量保存の法則から MV というのは最初の衝突前の小球 B の運動量の運動量ですね。で、こっちは静止していますから0です。ですからこれがマイナ、ここもすでにマイナスとなっていますから、この右向きが正ですね。マイナス MV' プラスのこのここの A ですね。この A はこの衝突前は MV プラスラージ M かけ0ですね。静止していましたから。で、衝突後はこれ左向きでマイナス MV' です。で、こちらは、右向きの V ですね。ですからラージ MV になります。ですから A の答えはラージ M、ラージ V ですね。で、力学的エネルギー保存の法則から最初の持っていたこちらが、こちらを静止していますから0、運動エネルギーは小球 B は2分の1の V 乗ですね。で、衝突後は何かというと、こちら向きに、跳ね返されましたけれども、大きさだけですから運動エネルギーが2分の1 MV' 乗になります。で、こちらは2分の1のラージ V 乗ですね。ですから右辺はこれ、この式になります。 E はこういうふうになります。ウとエとオの問題です。スモール M、ラージ M、ラージ V を用いて、このスモール V、スモール V' はこれですね。この最初の小球 B の衝突前の速さと衝突後の速さ V' ですね。これをこれで用いて表せということです。で、最初にあと E でやりましたが、この運動量保存則ですね。この MV イコールこの式です。これからもう一つは、完全弾性衝突ですから、この例の衝突前のこの小球 B ですね、これが小球 A の速さです。これが衝突後の小球 B の速さですね。マイナスですからこうやります。マイナス B がマイナス1マイナスになって、これが完全弾性衝突ですから1ですね。で、この式は V イコール、こちらがマイナスマイナスで V プラスラージ V プラス V' になります。で、この V のここですね、ここにこれを代入します。ですからこれが M、ラージ V プラス V' がこれはそのままですね。で、この V' をこちらに移行すると 2MV' です。で、この MV をこちらに持ってきますとラージ M マイナス MV になります。ですから V' は初出後の B の速さは V' は 2M 分のラージ M マイナス MV になりますね。
で、ここで衝突前の速度は V はラージ V プラス V ダッシュですから、この V プラスのこれですね、足したものが 2M 分の 2MV になりますから、この MV になりますね。ですからこう M プラス M の V になります。ですから V、 U が衝突前の小規 B の速さですから、 U がこれになります。 A が衝突後ですからこれになりますね。まあ、これ見ても衝突前の小規 B の速さの方が衝突後の速さよりも大きいということが分かりますね。次にこの温度の問題ですけれども、これより小規 B が左向きに跳ね返される、これ跳ね返される条件ですね。ラージ M とスモール M を地図で音を表せるということなんですけれども、この最初に運動量保存則の時にマイナス V' と置いております。ですからこのマイナス V' 全体が負ということですね。こちらの向きを正としますから、こういう負向きですから跳ね返されますから、こういう条件になります。ですからこれはこちら移行すると V' は正ということですね。ですから V' は今さっきやったこの全部の結果ですね、これからこれが正であるためにはこれは全て正ですね。ですからこれが正でないと困る。ですからこれが正ですから M の方がスモール M よりも大きいという、こちらがこの B よりも質量が大きいという条件でもって、この跳ね返されるということになります。 O はこれが答えになります。次は括弧1番の加藤貴徳の問題です。さらに小球 B が床面に落下する地点と壁の距離 LBB もスモール M ラージ M VRG を用いて LB イコールかと表せる。でラージ V が木の時、小球 A は半円筒の中心 O と同じ高さまで上る。つまり V が木よりも小さい時、小球 A は半円筒の中心 O よりも低い高さまで登った後に半円筒に沿って下ってくる。そして半円筒の端から放物線を描いて床面に落下する。ここで小球 A の落下地点が小球 B の落下地点と同じであるとき、ラージ M とスモール M の関係は句と表せる。括弧1の下の問題ですが、小球 B が床面に落下する地点と壁の距離ですね、この距離 LB をこの M から G を用いて表しなさいということですね。下の問題です。でこれがここで V' で跳ね返されて、こういうふうにして水平投射になりますね。この放物運動はこの水平方向に対しては等速運動ですから、この V' という速さを保ったまま、ここ時間ですね、これはここからここへ落ちる落下時間と同じです。でこれも自然落下ですね。ここからここへ落ちる自然落下の時間がここからここへ行く時間と等しいですから、この LB はこの V' かけ T です。この T は何かというと、この R の距離高さを落ちる落下時間ですね、2分の 1GT 乗です。これから T 乗は G 分の 2R になって、 T はルート G 分の 2R という時間になります。でここは代入すればいいですね。 V' かけこれです。で V' とは全問の結果を利用します。これになりましたね。 M この V を用いてこうなりました。ですからこれをそのまま持ってきてこれとかければいいわけですね。ですから LB はこれが答えになります。下の問題答えはこれになります。次は木の問題です。 V が木の時、小球 A は半円筒の中心、ここですね、中心 O と同じ高さまで上るということです。ここは摩擦がありませんから、ここまで上るということですが、この運動エネルギー保存則ですね、力学的エネルギー保存則を使えばいいですね。ここでもってのここでの運動エネルギーですね、ここを基準にします。ここの運動エネルギーはここでちょうど高さまで上るということですから、1エネルギーに変換するということですね。ですからこの2分の 1mv 乗という運動エネルギーでもって、この高さ r まで、ここが r ですから上るということですね。こういう等式が成り立ちます。 m と m が消えて、この v 乗は 2gr になって、 v はルート 2gr ということですね。ですから木は答えはこうなります。次は句の問題です。 V というのがこの小球 A ですね、この衝突後の速さです。 V が
木よりも小さい時は A はここの O までは登りきらないということですね。 O より低い高さまで登った後再び下ってきて放物線を描いて床面に落下します。 A と B の落下地点が同じである時はラージ M とスモール M の関係はクッと表せるという問題です。でこの LB ですね、小球 B が落下した地点とこの距離は LB ですが、この M はここでこうして低い高さまで来て、またここですね、マスがありませんから力学的エネルギーが保存されますから、このここまで戻った時はやはりこの最初の V の速度を保ちますね。で V こういう左向きになりますけれども、この V でもってこう落下するわけです。でこの落下時間はこれ前のと同じですね、この重落下時間と同じですから、これを LA とします。小球 A がここまで落ちる距離を LA としますと、ラージ V かけ T ですね、 T はこの前とこれと同じです。この LB はこういう式で全部の結果ですね、これはこうなります。でラージ V とこうなりますから、これとこれが等しいということですから、これとこれが等しいということですね。でここを見ると V とこれが全く同じですから、これは消えて1になります。ここが1になります。でこれが1ということですね。ですからこれ 2M ここを持ってきて、これを移行すると 3M という、この小球 B の3倍の質量の時に同じ距離になるということですね。君の答えはこれになります。京都大学2022年の力学に関する入試問題の続き、その2です。括弧2番からです。問題文を読んでみます。括弧2、図算 A のように小球 A が半円筒の中心 O よりも高い位置まで登り、角度 θ の時に半円筒の壁から離れるとする。続きの問題文を読んでみます。離れる瞬間における小球 A の速さ vθ は grθ を用いて vθ イコール空欄形と表せる。この時衝突直後の速さラージ V も同様に grθ を用いて V イコール空欄弧と表せる。括弧2の毛の問題です。小球 A が半円筒の中心 O よりも高い位置まで登る、ここですね、ここの位置よりも高い位置にまで登り、角度が θ の時に壁から離れる。その時の小球 A の速さ vθ は毛と表せるという問題です。で離れる時はこれが垂直抗力が0ということですね。でここでのこの半径方向の力の釣り合いを考えればいいですね。この小球 A にはどういう力が働いているかというと、この時点においては延長下方に重力です。それからこの運動してますから遠心力が働いています。当然この壁に接していますから垂直抗力が働いています。でこの半径方向を考えると、この重力のこの半径方向の成分はここが θ ですね。これ錯覚平行になりますから錯覚で θ になります。 M 軸さん θ です。で垂直抗力が L ですね。こちら向きに逆向きにこの遠心力半径が R ですから R 分の vθ の2乗になります。でこれとこの力と垂直抗力の足したものがこれ遠心力に等しいですね。でこの離れるときは N が0ですからこれが0ですから、これイコールこれとなります。で M と N が消えて vθ 事情は gr コサイン θ になってルートにとってこうなりますね。これが答えになります。過去2の次の空欄弧を埋める問題です。これが毛ですね。この時に衝突直後の速さ v、 つまりここですね、 B と A が衝突した直後はこういう方向にこの小球 A が v で行きます。この速さ v も同様に grθ を用いて v イコール弧と表せるという問題です。ここではここでの運動エネルギーがすべてこの高さに行く位置エネルギーと、さらにこの運動エネルギーですね、こういうふうに展開します。つまりこの摩擦がないですから力学的エネルギーを保存するはここで使えますね。ですからここでの運動エネルギー、ここを1の基準としますから運動エネルギーだけです。ですから2分の1 mv 乗です。でここではこの位置エネルギーと運動エネルギーがありますね。まず運動エネルギーは2分の1 mvθ 乗です。でこれは vθ はもうここで形で表しました、こういう式ですから2乗は gr コサイン θ になりますね。でここでもう一つは位置エネルギーがあります。この高さがここが半径 r ですね。
ここが何かというと、これが半径 R のコサインシータ、 R コサインシータですから、 R コサインシータプラス R ですから、こういう式になります。ですから MG かけこの高さですね。でこれを整理します。これが MGR が共通ですから、くくりますと2分のコサインシータプラスコサインシータで2分の3コサインシータになります。でこれ1は1ですね。でこれは2分の2プラス3コサインシータになって2分の MGR になってこうなります。でここは2分の M がありますね。2分の M がありますから消えます。で残りが V 字になります。で GR の2プラス3コサインシータですね。ですから V はルートになってこういうGR の2プラス3コサインシータになります。これがこの答えになります。次の問題文を読んでみます。次に図 3B のように半円筒の壁から離れた小球 A が初めに静止していた位置、半円筒の下の端の位置に落下し、そこで跳ね返って床面に落下する場合を考える。小球 A が跳ね返る面は水平とみなす。続けて問題文を読んでみます。小球 A が初めに静止していた位置に落下するのはコサインシータイコール2分の1の場合のみである。これを用いると初めの位置に落下する直前における小球 A の水平方向左向きの速さ V1 は G と R を用いて V1 イコール差と表せ、鉛直方向下向きの速さ V2 も G と R を用いて V2 イコール C と表せる。そして小球 A が床面に落下する地点と壁の距離 LA は GRV1V2 を用いて LA イコール S と表せる。カッコ2の差の問題ですが、小球 A が初めに静止していた位置に落下するのは、ここですね、ここに落下するのはコサインシータが2分の1の場合、つまりここですね、中心方からここでの離れる時の瞬間ですね、このシータですね、このシータが2分の1の場合のみである。これより初めの位置に落下する直前における、直前におけるというのはここですね、こう落下する直前における水平方向左向きの速さ、つまりこちら水平方向ですね、左向きの速さ V1 は G と R を用いて V1 は差と表せるという問題です。この放物運動のこの水平方向は等速運動ですね、つまりここのこの水平方向の成分を求めればいいわけです。でここでのここの壁から離れる時の速さが Vθですから、ここが θ になります。なぜならばここが θ ですから、これとこれは直角ですね。でここは三角形で、ここは2分の π マイナス θ です。ですからこれが直角ですから、ここが θ です。同じ角度になりますから Vθ のコサイン θ になります。でコサイン θ が2分の1ですから、で Vθ は一番初めに全部の結果ですね、これこういう式になりましたから、こういうこれはこれになります、これはこれですね。ですからコサイン θ が2分の1ですから、2分の1を交代にすればいいわけです。ですから V1 はこういう G と R を用いたらこういう速さになります。これが差の答えになります。次の C の問題です。この鉛直方向下向きの速さ V2 もこれですね、ここでの V1 はこの左向きの水平方向でしたが、ここでの鉛直方向ですね、これを V2 とします。この速さ V2 も G と R を用いて V2 は C と表せるという問題です。でこの時にそのここにぶつかる直前の鉛直方向の速さですね、この V2 はここで壁から離れる時の水平方向は Vθ のコサインシータでした。でこの時に鉛直情報ですね、この速さは Vθ のシータのサインシータになります。ですからこの鉛直方向だけを考えると Vθ で上がってまたこういうふうにして落下するわけですね。ですからここでの点、ここの点では元の位置にこう上がって、ここですね、ここにおける鉛直方向のその速さはこの同じですね、向きが違うだけです。 Vθ と Sinθです。ここを始めの速さとします。でここを終わりの速さとします。で加速度が G ですね。でこの高さが、ここが中心方までのが R コサインシータですから、ここでの R コサインシータに R を足したものですね。つまりこう上がってここまでですね、こう上がってここへ行く中心までの距離が R コサインシータになります。でそこから中心から下が R になりますね。
ですからこの高さですね、ここで Vθ に sinθになりますが、この高さで3番目の公式を使えばいいわけですね。 V 終わりの速度の2乗引く最初の速度の2乗は 2AX、 A が G です、加速度が G ですから、高さ X がこれ相当しますから、こういう式になりますね。で V 通乗はこれをこちら移行すると Vθ 以上 sin 乗 θ になります。でこれは 1- コサン乗 θ ですね。その Vθ 以上はこの Vθ を平方して GR コサン θ になります。ですから全部コサン θ で表すことができます。でコサン θ が2分の1ということを言ってますから、ここはコサン θ が2分の1ということですね。これ分のこれが1、2分の1ですから2分の1を代にします。これ2分の1にして4分の1になって、4分の3になって8分の 3GR になります。でここが2分の1で2分の3になって、結局 3GR と。でこれとこれ足すと8分の 27GR になりますね。 V2 事情がこうなりますから、 V2、 これ V2 ですね、 V2 の平方、 V2 は8分の 27GR だということになります。次は括弧2の巣の問題です。小球 A が床面に落下する地点と壁の距離 LA ですね、つまりここに落下しますけれども、この距離ですね、この LA は GRV1、V2 を用いて LA イコール巣と表せるという問題です。でここでの V1 と V2 ですから、この水平方向のここで、跳ね返るわけですけれども、摩擦がありませんから、この V1 はそのまま保ったままですね。 V2 も跳ね返る、ここでの直前の速さが V2 ですから、跳ね返る時も同じ速さですね。ですから V2 で跳ね返ります、延直方向ですね。でこういう風にしてここで落下するわけですけれども、この距離ですね、この距離はこの水平方向は等速度ですから、 V1 の距離、速度は保っています。ですから V1t、つまりここからここへ行く時間を t としますと、ここも t、 この水平方向を考えると t 秒かかっていますから v1t になります。 LA はこういう式になります。この t は何かというと、この延長方向で見ると v2 でこう、こうこれですね、こういう運動です。でつまりここが原点と考えるとマイナス r ですね、こういう方向がプラスと考えるとマイナス方向ですから、マイナス r イコールV2t マイナスのこちらをプラスと考えますが、マイナス g となりますね、マイナス2分の 1gt 以上になります。等加速度運動を考えます。でこれから両辺2倍して、整理しますと、これこちらみんなイコースしますと gt 以上引く2マイナス2分の2倍の v2t、 これ2倍にしてこうなりますね。でこれはこの公式を使うとt イコール、これは偶数ですから、これ a 分のマイナス b プラスマイナスルート p 乗マイナス ac ですね、で式をのこれに当てはめるとこういう式になります。で t はこれ v2 の2乗ルートですから、こちらが大きくなりますね、これ v2 よりも。でマイナスの方を取るとマイナスになりますから、不適だと、 t は正ですからこちらのプラスを取ります。でこういう時間はこういう式になりますから、この V1 に、これをかければいいわけですね。 V1、V2 を使えばいいですから、非常に簡単になります。ですからこれとこれとこれをかけたものがこの LA の距離になります。これが答えです。京都大学2022年の力学に関する入試問題の続き、その3です。括弧2番の問1番からです。問1、下線部で述べたように小球 A が初めに静止していた位置に落下するのは cosθ イコール2分の1の場合のみであることを示せ。問1番は小球 A が初めに静止していた位置ということはここですね、小球 B と衝突する前はここにありました。衝突後はこれで、小球 A がこう上っていって、ここで壁から離れるわけですね。その時の速さが Vθ です。Vθ は全問の結果にで、これ G ルート GR コサン θ と出ました。これでもって放物運動するわけですね。で初めの位置に静止していたここに、着地するわけですが、ここからまっ飛んでいくんですけれども、ここからここですね、ここの距離は水平方向はこの距離、この距離は何かというと R の sinθ になります。
R3Eθ という距離をこの Vθ のこの水平成分ですね、この方向で等速運動しますから、この R3Eθ という距離はこの Vθ、 これはこの角度は θ になります。なぜならばここが θ ですから、ここが θ ですから、ここが直角三角形で2分の π マイナス θ ですね。でこれは半径に対して直角ですから、ここが θ になります。ですから Vθ のコサイン θ になります。この部分でもって等速運動しますから、この放物運動のここからここまでかかる時間ですね、ここからこう飛んでここまで行く時間がここからここへ行く水平方向の距離になりますから、 R3θ が Vθ コサイン θ の t になります。この t は何かというと、今さっき言ったようにここからここまでの時間ですから、延直方向だけを考えると Vθ サイン θ で投げ上げ運動になりますね。で上をプラスにしますと重量加速度のマイナスになりますから、でこの距離ですね、ここからここへ行く、ここからここまでは R コサイン θ と R ですから、こういう距離になります。これがここを原点としますとマイナスですね、マイナス R1 プラスコサイン θ イコール Vθ サイン θ マイナスの等加速度運動ですから、こう行ってこう行く、こう行ってこう行くわけですね。マイナス2分の1 GT 中になります。この T がここでの、ここが T ですね、 V3θ の T にマイナスの2分の1 GT 中になりますね。この T がで、ここへ出てきた、これ T に関する二次方程式ですから、この T をここに持ってくれば出てきます。先ほど言いましたが、ここの t とここの t は同じだということですが、これここから求めた t をここの代にするというやり方でもいいんですけれども、非常にその解の公式、根の公式から t を求めるのは非常に煩雑になりますから、逆にこの t から t イコールこれで持ってここへ t 代にした方が簡単ですね。そっちの方のやり方をします、やり方にします。ここで、こういう二式が成立しますけれども、ここで t というのはこちらが勝手に、t と決めたわけですから、求めたいのは何かというと、このコサイン θ が2分の1ということですね。ですから t を消去すればいいわけです。この2から t を出してここへやるよりも、この1から t イコールして vθ コサイン θ の R3θ ですね、これをここへ持ってくると、こういうことは、これは十分満たすわけですね。これがここへ持っていくこともいいわけです。ここからここの t の解をここへ持ってくるよりも、1の方からここへ持ってきた方が簡単にできますね。ですから、このようにして、これから t がこうなりますから、ここへ持ってきます。代入します。ですから、これはここへ行きました。Vθ、sinθ の t がこれですね。ここへ持ってきました。2分の g の t 乗ですから、これ事乗したものです。文法文章を事情したものです。で、ここを整理します。あとは計算のみです。Vθ と Vθ が消えますから、コサイン θ分の R3 乗 θ になります。で、ここで Vθ、これですね、2分の g と Vθ 事情は何かというと、これですね、Vθ は全問の結果を利用します。Vθ 事情は GR コサイン θ になりますから、GR コサイン θ のコサイン乗 θ ですから、GR コサイン3乗 θ になります。あとはそのままですね、2分の g、これはそのまま。でこれとこれで GR が消えますね。R が残って R サイン乗 θ にコサイン3乗 θ になります。でここで、コサイン θ ですから2倍のコサイン3乗 θ に分母を統一します。ですからコサイン2倍のコサイン10乗 θ をかければいいですね。2倍のコサイン10乗 θ をかけました。でこれとこれで分母がこうなりますが、この分母をこちらでかけます。でマイナスの2コサイン3乗 θ をかけました。でこれはそのままですね。でこれあとは分母だけ、分子だけ残りますから、この R サイン10シータが共通ですからくくります。 R サイン10シータでくくると2コサイン10シータ、こちらマイナス1になりますね。でサイン10シータは何かというと1マイナスコサイン10シータで、これを因数分解すると1プラスコサインシータ1マイナスコサインシータになります。なぜこのようにして因数分解するかというと、これですね、同じ項がありますからこれが消えますね。もっと簡単になります。でこの1プラスコサイン θ と1プラスコサイン θ が消えますから、これここ持ってきました。マイナスに、これが左辺がこうなりますね。こ
これが消えました。で、この右辺は何かというと 1-R1-コサインシータと 2π のコサイン上シータマイナス1になります。で、 R と R が消えますからマイナス2コサイン3乗シータイコール、これ今度はこれを展開します。これとこれで2コサイン上シータです。これとこれでマイナス1です。これとこれでマイナス2コサイン3乗シータになります。マイナスとマイナスで、これがプラスコサインシータですね。で、こことマイナス2コサイン3乗シータと、これマイナス2コサイン3乗シータで消えます。ですから2コサイン上シータプラスコサインシータマイナス1が0ということになりますね。で、これを因数分解します。で、これを因数分解します。これはこれはここを持ってきました。で、これはまあこれ x 事情 x とやってみるわけですけれども、これを因数分解ですね、かけたものが2ですから、でかけたものがマイナス1ですから、こうなりますね。で、たすきがけでなるとこうなりますから、2コサインシータマイナス1とコサインシータプラス1になります。これ因数分解するとこうなりますね。で、ここでコサインシータというのは、シータというのはここよりも中心よりも上ですね。ここで離れるわけですから、ここまでは行きません。ですからこの間ですから、0から2分の π の間ですから、コサインシータというものは0から1の間、まあ、正ということですね。ですからこれは正になりますから、これが0でないと困ると。2コサインシータ引く1が0ですから、コサインシータは2分の1だと。コサインシータが2分の1ということですね。これが2分の1という、コサインシータが2分の1ですから、まあ2分の1ということですから、60度ということになりますね。これがこういうことになります。次は括弧3番の問題です。速さラージ V が十分に大きい場合を考える。小球 A は図 4A のように半円筒の上端から水平投射され、壁から距離 L1 の床面に落下する。続けて問題文を読みます。一方、落下した時の速さと角度で落下した位置から小球 A を逆向きに投げ返すと、図 4B のように半円筒を逆向きに回り、下端から速さ V で水平投射され、壁から距離 L2 離れた位置で床面に落下する。この図が B の図です。下端から小球 A が水平投射されて L2 の床面に落下します。で、問2番最後の問題ですが、これら2つの距離の比 L2 と L1 は速さ V が大きくなるにつれてルート3に近づく。その理由を簡潔に述べよう。で、小球 A がここから、小球 B と衝突後、ここからこう運動するわけですね。で、十分に速いですから、この O よりこの中心よりもずんとここまで、もう上端まで行くわけですね。一気に行きます。 V が非常に大きい場合ですね。で、ここから水平投射されてこう落下します。この距離が L1 ですね。で、また同じ角度と同じ速さで投げ返すと、全く同じようにここでこう来て、ここでまた水平投射されて、ここから L2 のところに落下したというわけですね。この V と V' ですが、この V は与えられた分です。この V' はこちらが勝手にこの水平投射する時の水平方向の速度を V' としたわけですね。これとこれの関係はエネルギー保存速でできますね。ここを1の基準とすると、力学的エネルギー保存速から V' が出ます。で、この V' でもって、このここですね、この水平投射この時間で V' かけ t になると L1 がまとまります。で、逆にここから、これはもうこうエネルギー保存、摩擦がありませんから、戻った時の V はこの最初の V の速度を持っています。逆、向きが逆ですね。その V でもって、ここでこの時間でもって L2 が、 L2 はこの V かけ、このここで要する時間ですね、これかけたものが L2 になります。ここで与えられている量は、この R と重力加速度 G と V ですね。ですから、このこちらはもうこの上端でのこの正方向の V' はこちらが勝手に決めたものですから、この GRV でもって表せばいいですね。 L2 分の L2 と L1 もそれぞれ、それを GRV で出して割ればいいですね。ですから最初にここですね、 V' これを求めてみます。で、ここでの運動エネルギー、ここ1の基準にしますから、運動エネルギーのみですね、2分の1の V 乗イコール、ここでの運動エネルギーは2分の1の V' 乗です。で、ここの高さが
これが半径が R ですから 2R になりますから MGH2R、MG2R になりますね。これから2分の M が共通ですから両辺2倍して M を除きます。ですから V 字を V'10 イコール2倍にして 4GR ですね。 M が消えますからこうなります。で V'10 はこれをこちらに移行しました。でルートにしますとこうなりますね。 V' はこういう V でもって VGR でもってこう表せます。でここの L1 ですけれども、この V' という速度は不変ですね。変わりません。等速運動ですから。でここからここまでに行く時間は何かというと水平投射ですから自由落下時間です。この距離が2R と R で 3R ですね。 R の高さを自由落下しますから 3R イコール2分の 1GT 以上で T は 6R で G で割りますからこうなりますね。ルートのこうなります。ですからこの時間はこれでもって V' はこれですから、これルート VG マイナス 4GR の時間ですね。でルートの同じですですからこの G このようになります。 L1 というものの距離はGRV でもってこうなります。あとはこの L2 を出せばいいですね。でこの L2 ですけれども、こう逆に今度はこう投げ返すわけですね。でここ回ってきてここになります。で今さっきも言ったようにエネルギー保存速からこう摩擦がありませんから、最初の衝突後は V でいきますから行きますけれども、こう変えたらやはりこう同じ速度になります。向きが逆です。ですから V になります。V かけこの落下時間ですね。ですから V かけここの落下時間が T' としますと、この高さが R ですから重落下ですから2分の 1GT' の認証になります。 T' はこれで 2R、 10分の 2R でルートになりますね。で V かけ T' これですね。こういう式になります。で L にはこうなりますけれども、この V をルートの中に入れますとこれ V 字音ですね。ですからこれ分子に行きます。 2RV 字音になります。こういう式、これがこうなります。で L1 は先ほど求めたこれですね。で L2 分の L1 を求めますから L は L2 ですね。L は L1 はこれですね。で L2 の逆数ですから、これ逆数ですから分法分子を逆にします。 2RV 字音分の G になります。でルートの中はこの 2R と 6R で3が残ります。でこれ G が消えます。で V 字を分のこれですね。これで割りますけれども、これで V 字をとこちらを割っていきますと1引く V 字を分の 4GR になります。でこれは結局 V が非常に大きい場合考えますから、 V がずっと大きくなる。 G と R は一定ですね。 G と R も一定ですから、これ一定値ですから、 V がどんどん大きくなるとこれは0に近づいていきます。ですから0に近づきますから、これ3ですね。 L2 分の L1 はルート3に近づくということになります。京都大学2022年の電磁気に関する入試問題です。次の文章を読んで四角に適した式または数値をそれぞれの回答欄に記入せよ。なお二重四角はすでに四角で与えられたものと同じものを表す。また問1では指示に従って回答を回答欄に記入せよ。図1のように水平面に無限の長さのはしご型胴体が固定されており、その上に接触しないように少し隙間を設けて直方体状の長い棒磁石が図に示した N、S の向きで鉛直に配置されている。なお棒磁石の奥行き方向の幅ははしご型胴体の幅と等しく A である。棒磁石を鉛直に保ったまま図の右方向に水平に一定の速さ V で動かしているときに、はしご型胴体の各部分に生じる電流について考察する。なお以下の議論でははしご型胴体のどの部分についてもその自己インダクタンスは無視できるものとし、棒磁石の磁化は変化しないものとする。まず棒磁石の単面の形状がはしご型胴体の格子のちょうど一区画に位置する場合を考える。はしご型胴体は図に A のように抵抗のみからなる左右に無限に続く回路網であると考えることができる。今棒磁石が一定の速さ V で PQ を横切っている時を考える。
なお図の灰色の領域に生じている時速密度 B は紙面に垂直で均一かつ一定であるとし、それ以外の領域の時速密度はゼロとみなせるものとする。また回路の各部分の抵抗値は図中に示した R1、R2 で与えられるものとする。電流については各図に示した矢印の向きを正とする。括弧1番、ここでは無限に続く回路網を図2括弧 B の回路に置き換えて考える。すなわち図 2A の PQ の左右両側の半無限部分がそれぞれ一つの抵抗値 R 無限大の抵抗に置き換えられるとする。図 2B において棒磁石が PQ を横切っているとき、左の平回路 QPCD と右の平回路 QPC'D' には共に同じ大きさ E の誘導起電力が発生する。したがって Q から P に流れる電流はロと求まる。電流が流れて抵抗において熱としてエネルギーが失われるから、棒磁石を一定の速さ V で動かすには単位時間あたり波の仕事をしなくてはならない。なお回路を流れる電流を求めるとき、図 2C のように棒磁石が固定されはしご型導体が速さ V で左に動いていると考えても結果は同じである。括弧2、次にはしご型導体と等価とみなした図 3A に示す無限の回路網について考える。ここで図 3A は図 2A と同じ無限の回路網である。図 3B は図 3A の回路網をP と Q で切り離した左側の部分である。一方でこの半無限回路網は図 3A の回路網を K と L、 あるいは M と N で切り離したものと考えることもできる。このことを利用すると図 3B に示す半無限回路網の合成抵抗値を求めることができる。またその合成抵抗値によって図 3A の回路網のどの半無限部分でも一つの抵抗に置き換えて考えることができる。問1番、 R1 対 R2 イコール4対1の時には図 3B の半無限回路網の合成抵抗値 R 無限大括弧端点 P と端点 Q の間の抵抗値括弧が R1 と同じになることを示せ。なお説明のために図を用いてよい。過去1番の E の問題です。棒磁石が、棒磁石というのはこういう状態です。 N、 上が N で極で下が S 極ですね。ですからこういう向きに磁場が生じていると、つまり紙面の裏から表にこういう向きですね、そういうような磁場がある。時速密度が B ですね。そういう磁場が生じています。棒磁石が PQ を、 PQ というのはこれです、横切っているときに平回路、これはこれを置き換えたらこういう左右両側にこちら P と Q を中心にして、左側の分全部の抵抗を R 無限大、この右側を全ての抵抗を R 無限大とします。で平回路 QPCD と QPC'D' ですね、にはともに同じ大きさ E の誘導起電力が発生するという問題です。でここに、この、磁石が横切っているわけですね。磁石がこういう右方向に動いているとき、こちらの左側の部分はどうかというと時速がだんだん減少していきます。こういう向きの時速変、減少しますから補う意味で時速変化さまたけるときに、こういう向きの時速が生じるような誘導起電力が発生しますから、こういう向きになりますね。誘導起電力の向きはこうなります。一方こちらの右側はどうかというとだんだん時速が増えてきますから、逆に、変化されたけるときにこういう時速が増えるような生じるような誘導起電力が生じますから、こうなることですね。こういう向きに誘導起電力が発生します。
で、その持続の時間的な変化に比例しますから、その誘導起点の格好ですね、デルタ T 分デルタ Y、 マイナス E のが持続の変化を妨げる向きという意味です。で、これは時速は時速密度かけ面積ですね。これ時速密度が一定ですから、これが変化します。時間的な面積ですね。ですから単位時間あたり V でいきますから、これが A ですから VA という面積ですね。デルタ T 分のデルタ S というのは単位時間あたりの面積ですから VA ですね。ですから BVA という、ともに誘導起電力は BVA だということになります。次は炉の問題です。したがって Q から P に流れる電流は炉と求まるという問題です。先ほどこういうきっとこういうですね、このはしご立て状態はこのように簡略化できます。で、この R 無限になったと左側部分半無限回路ですね、もうで、こちらは右ですね、半無限回路もです、ともに R 無限台で置き換えます。で、ここで同じ抵抗ですから、この電流はこの二手に分かれますからね、半分ずつということになりますね。で、一つの閉回路だけ考えれば十分ですから、キリホフの法則でここだけを考えます。で、この電流が I とします。で、こちらは2分の I ですね、こちら2分の I です、2分の I に流れます。で、起電力は何かというと、この E イコール一番 E でやった BVA ですね。で、 BVA というものはこの IR 電位効果、電圧効果ですね。これ IR1 とここでの2分の I の R 無限大の電圧効果に等しいということです。あえてくくると R1 プラス2分の R 無限大ですから、これでこれをこれで割ればいいわけですね。で、これを整理すると2倍 R1、 R 無限大、この2が上へ行きます。ですから電流はこうなります。次は波の問題です。電流が流れて抵抗において熱としてエネルギーが失われるから、棒磁石を一定の速さ V で動かすには単位時間あたり波の仕事をしなくてはならないという問題です。この棒磁石を動かす時の単位時間あたりの仕事を求めなさいという問題ですけれども、この仕事がこの抵抗においてジュール熱として失われるわけですね。ですからジュール熱を求めればいいわけです。で、ここの単位時間あたりの仕事というのはまさにこのワット数ですね。この P イコール T 分のダブル、ここで言えば電力ですね、電力に相当します。ですから電力は IGR ですから、ここに流れる電流、こちらは I とするとこれ2分の I、 2分の I ですね。ですからこの場合は左右両側の抵抗を考えないといけないと、これとこれで 2R オメガ、 2R 無限大になります。それ同じく2分の I という電流が流れますから、2分の I の事情かけ、この2倍の R 無限大だと。で、ここは当然 IGR1 という重熱として失われるわけですね。で、これを整理すると I 事情、4分の I 事情ですから、 I 事情でくくるとこれが2分の R 無限大で、 I 事情でくくると R1 になりますね。で、これは2分の R 無限大プラス2倍の R1 になります。で、 I 事情、この I は先ほどやった全問の結果ですね、電流の大きさはこういうふうになりましたから、 I 事情、これを事情したものですね。 I 事情がこれですから、これとこれを書きたもので、これがこれとこれで、これの2乗、これのこれで分母が残ります。で、これ4倍の BVA の事情で2て2になりますね。ですから答えはこのこれになります。これが答えになります。次は括弧2の問1番です。 R1 対 R2 が4対1の時には、半無限回路網の合成抵抗値 R 無限大が R1 と同じになることを示せ。つまりこういう日の時にはこの R 無限大が全部 R1 なんだということですね。このそういうことを示しなさいということです。で、ここでは問題文の指示にあったように、この PQ を中心にしてこちらの左側の半無限回路も右側の半無限回路もを考えて、まあ、どちらも同じなんですけれども、こちらの考えて、この左の方を考えてみると、この PQ の場合はこのここの全体の全ての合成抵抗値が R 無限大、こういうふうに考えることができますね。 PQ を端点とするその合成抵抗値はこうだと。で、同じようにこれじゃあ K と半無限か無限回路もですから、 K と L を考えても同じことになりますね。こういうこれとここも半無限回路も R 無限大になりますから、この P と Q という場合、ここを考えて
ても同じことになりますね。ですからこれは R 無限大ですが、この場合もこちらが R 無限大になるわけですね。無限にありますから、ですから結局構成抵抗値はこれとこれは同じだということが言えます。で、ここで、ここの合成抵抗値はこれが並列ですから、これの合成抵抗はそれぞれの逆数足す分のそれをまた逆数になりますね。これの合成抵抗値はこう表せます。この場合はこの直列ですから2倍の R になります。で、全ての合成抵抗値はこういうふうに結局こういう式になります。これとこれとこれはどちらも P と Q という端点の間の合成抵抗値ですから同じだと考えられます。ですからこれとこれが R 無限大、これも R 無限大になるわけですね。これでこれを計算するわけです。で、この内項の積は 4R2、 外項の積は R1 ですから R2 は4分の R1 になります。で、ここが R2 が4分の、これで4分の R1 になりますから、2分の R1、 全て R1 で表すことができます。これはこの式はこれが左辺はこれ、右辺は結局これ、これがこれになるわけですね。これはそのままです。で、これを計算するとこれ通分してこう R1 はこうなって、 これが2倍のこうなりますね、分子は。で、ここで、これとこれをかけたものがこれです。で、分子がこれですね、 R1 ルジオ R1R 無限大プラス2番の R1R 無限大になります。で、これとこれで 2R1R 無限大、これが消えますね。で、残りが2倍の R 無限大の2乗、これです。これをこちらに移行するとこういう式になります。で、これを因数分解すると R1 プラス 2R 無限大 R1 引く R 無限大になります。で、R1 というのはマイナス 2R 無限大、マイナスいくことはありませんから正ですから、こちらがこちらが R1 イコール R 無限大がこちらですね。ですから R1 イコール R 無限大ですから、 R 無限大は R1 だということで、こうして示すことができます。京都大学2022年の電磁気に関する入試問題の続き、その2です。以下図4、図5、図6の回路網は図 2A と同じ無限の回路網である。ただし括弧3、括弧4、括弧5においては R1 対 R2 は4対1の場合に限って考えることとし、 R 無限大は R、 R1 は R、 R2 は4分の R と置き、 E の起電力を E と置く。括弧3番、図4に示す Q から P に流れる電流I0 を改めて R と E を用いて表すと2である。また括弧2で述べたことを利用すれば無限の回路網のあらゆる部分の電流を求めることができる。例えば K から L に流れる電流 I1 は電流 I0 のほ倍、 M から N に流れる電流 I2 は電流 I0 のへ倍である。括弧4番、図 5A のように点 P と点 Q に発光ダイオードを図に示した向きで接続する。この発光ダイオードの電流電圧特性は図 5B に示すように順方向電圧が VD より小さいときは抵抗値が無限大、 VD 以上では抵抗値がゼロとみなせるものとする。なお発光ダイオードを接続する導線は抵抗やインダクタンスが無視でき、棒磁石の作る磁束を横切らないものとする。棒磁石を動かす速さ V と発光ダイオードに流れる電流の関係を測定したところ、図 5C のような関係が得られた。図 5C に示したように発光ダイオードに電流が流れるのは速さが V0 より大きい時であったが、その速さ V0 はとである。また速さが V0 より大きいとき、回路網の各部分の電流を R、E、VD のうち必要なものを用いて表すと、 Q から P に流れる電流 I0 は地、 K から L に流れる電流 I1 は利、発光ダイオードを流れる電流はぬである。過去3番の2の問題です。 Q から P に流れる電流 I0、これですね、Q から P に流れる電流 I0 を R と E を用いて表すと2であるという問題です。
ここでこれは棒磁石で、この磁場が裏から表に向きに磁場が生じています。でここを右向きに V の速さで運動しています。ですからここでは磁束がどん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 減少していきますから、その補う意味で磁束の変化を妨げる意味で、やはりますますこの磁束が生じるような誘導電流が流れますから、こういう向きに流れますね。でこの I0 ですね、この I0 をここでの誘導電力を E とするとどうなるかという、 R という文字で表しなさいという問題です。で心が全て R に、 R2 ですね、 R1 です。でここでは R1 対 R2 が4対1で、でこの PQ の半無限回路、左側右側の無限、全部の抵抗値を、構成抵抗値を R 無限大、 R 無限大とします。その時の R 無限大は R とします。で R1 は R ですね、この R には4分の R、これから寄ってできますと置くということですね。こういうこれで指定しています。起電力を E と置きます。じゃあその誘導電流ですね、ここに流れる電流 I0、 PQ から P に流れる電流はどうかということですが、ここで、誘導起電力が生じます。 E という誘導起電力が生じて電流がこういう向きに流れます。こうですね。でここでは R と R 同じですから、同じ電流が右左右両側に I0 から分かれていきます。ですから片一方だけを考えればいいですね。キルビホフの法則を考えます。で、ここでの起電力が E です。でここでの電圧効果が I0R、 ここで2分の I0 電流がいって合成抵抗値が R ですから2分の I0R ですね。 R 無限大は R なんだということです。で I0 でくくると2分の 3R になって、結局 I0 は 3R 分の2とあると用じてこういうふうに表せます。過去3番の法と辺の問題です。 K から L に流れる電流 I1 は、ここですね、電流 I1 は電流 I0 の法倍、 M から N に流れる電流 I2 は電流この I0 の何倍であるかという問題です。ここでこの PQ を中心にして右側と左側の半無限回路も考えますが、対象ですからこの左側だけを考えてみます。ここですね、 I0、I1、I2 を考えます。でここで PQ で、ここで誘導起電力 E によってこの I0 という電流が流れました。でここは左右対称で、しかも全て R と R 等しいですから、2分の I0 というこの I0 半分ずつ流れますね。で2分の I0 が流れています。ですから K の方はここでもう2分の I0 ですから、2分の I0、 ここですね、2分の I0 の電流が来ます。でここで二手にまた分かれるわけですけれども、ここの合成抵抗値 R 無限大が R、 R ですから同じ抵抗ですから、当然同じ電流が流れますから半分ずつということになりますね。ですから2分の I0 の2分の1ずつ、 I1 は半分ずつということで4分の1I0 になります。ですから4分の1だと、方は4分の1倍で、今度は MNO の場合はここが4分の I0、 ここも4分の I0 が流れてきますね。ですから4分の I0 という電流が流れてきて、ここで同じく R と R ですね、同じ抵抗ですから同じ電流が等分されて流れてきますから半分ずつということですね。これの半分ずつ2分の1ということで8分の 1I0、 つまり8分の1倍ということになります。括弧4番の音の問題です。発光ダイオードをこのようにして、接続しました。 P と Q ですね、発光ダイオードに電流が流れるのは速さが V0 より大きい時であったが、その速さ V0 はとであるという問題です。でこの発光ダイオードのこの電圧電流特性ですね、 VD 以上、ここでの電圧が VD 以上、しかもこういう方向でのみ順方向ですね、光るわけですが、 VD 以上になると電流が流れるということです。でしかもその電流が流れるのはちょうどここが V0 ですね、 V0 の時、 V0 以上、この棒磁石の速さが V0 以上の時に電流が流れるんだということです。ですからこの V0 以上の速さの時にここに電流が流れたわけですが、その速さは V0 を求めなさいということです。でここでこの無限の回路網はこのようにして簡略化できます。この発光ダイオードが接続されていないときは全問でやりました。ここの流れる電流は 3R 分の E ですね。でここでここにこういう方向に電流が流れて、こういうここですね、ここの回路を考えます。このときに発光ダイオードが発光するのは VD 以上、
心の電圧が VD 以上の時、しかもこの速さが V0、V が V0 以上の時ですね、 V0 の時に、まあ、光るわけですけれども、その時のこのキルヒョフの法則を考えます。心の無機電力が E ですね。でこの E はもともと何かというと、その誘導機電力は B、 時速密度かけ速さ V0 かけ A ですね。この幅が A ですから、こういう表せますけれども、この E イクオール I0R という電圧効果と、しかもこれの電圧が VD ですね。こういう時に、最小限電流が流れて光るというわけですね。で I0R というのは、ここの I0R イコール3分の2になります。で E 引く3分の2で3分の2になりますね。 VD が3分の E、ここの VD が3分の E の時に、つまり3分の BV0A の時に VD という電圧がかかるんだということですね。でこの最小限の V0 という速さは、 V0 は BM の 3VD だと、こういうふうになります。過去4番のチとリとヌの問題です。速さが、これは速さというのは棒磁石ですね。棒磁石の速さが V0 より大きいとき、 Q から P に流れる電流 I0 はチ、 K から L に流れる電流 I1 は D、 発光ダイオードに O 流れる電流はヌである。その近くの中には R と E と VD を用いて表しなさいという問題です。でここでこの P と Q を中心にした半無限回路もですね、これはこのようにして置き換えられます。で発光ダイオードを接続しました。で棒磁石がこう V0 より大きい時に流れますから、ここの発光ダイオードにも電流が流れて、当然ここにも電流が流れるわけですね。でその時にまず最初の地ですね、地の問題ですけれども、ここの I0 ですね、この I0 はどうかという問題です。この時にここの回路を考えます。この時にはもう V0 より大きいですから、ここの発光ダイオードにはこの VD という電圧ですね、電圧がかかっています。で当然もう電流が流れています。ですからここでの回路を一応考えて、この誘導機電力はこのキルヒョフの法則ですね、E イコールこの電圧効果 I0R と、ここでの電圧が VD ですから、 VD これ一定になりますね。これいくら速くてもこの VD という電圧になりますから、こういう式になります。ですから I0 はこれをこちらに移行して R であればこうなりますね。これで用いると、ここの電流はこういうふうに表せます。次は D ですね、 K から L に流れる電流、こういう向きですけれども、ここの K と L を中心にしたら、こちらの無限の合成と無限の回路の合成抵抗値は R ですね。R、無限大は R ですから、このでしかも無限大、ここから二手に分かれますけれども、R 無限大に、まあ、R ですけれども、流れる電流は I 無限大とします。ですから I 無限大でという電流が流れて、ここで同じ抵抗ですから二手等分されますね。それの2分の1だと。ですから I1 は I の無限大のここの電流の2分の1だということですね。というところで、この I 無限大ここの変化を考えます。 E イコール機電力は電圧効果 I0R プラスここの I 無限大 RR ですね。こういう式になりますから、ここでの電流 I 無限大はこれをこちらに移行してこうなりますね。 R で割りました。 R 分の E 引く I0 になります。 R 分の I0 が前のこれですね、これを持ってきました。ですから、これは R の VD になります。ここの I 無限大は R の VD。つまり、このここの電圧と同じことですね。この電圧で、この R で割ったということになります。ですから、ここでの、これ I1 は、この I 無限大がこういう、ですから、これの2分の1ですね、I1 は。ですから、2R 分の 2VD になります。次はこの発光ダイオードを流れる電流、このヌですね、ヌの問題ですけれども、ここでキルヒョフの代表則でいうと、このここでの PQ を流れる電流 I0 はここで全部分岐されますね。I 無限大、I 無限大2等分されます。でここに発光ダイオードに流れる電流を ID とします。ですから I0 はこの2倍の I 無限大、2倍の I 無限大と ID に分かれますから、こういう等式が成り立ちます。で求めたいのは ID ですから、 ID イコールこれを移行して I0 引く2倍の I 無限大です。でこれはもう I0 はもう全問でやりました。これですね、 R 分の E マイナス VD で2倍の I 無限大、 I 無限大というのはこれですね、これを2倍したものです。
R2 倍の VD を引きます。ですからマイナスの 3VD になりますね。 R 分の E マイナス 3VD になります。これが答えです。京都大学2022年の電磁気に関する入試問題の続き、その3です。括弧5番からです。次に棒磁石の単面の形状がはしご型導体の格子のちょうど3区画に一致する場合を考える。ただし発光ダイオードは接続していない。図録は一定の速さ V で移動している棒磁石による均一な磁束密度 B の範囲が長方形 NMK'L' に一致していた位置から少し右に動いた時を表している。この場合各部分を流れる電流は括弧3の結果を3つ重ね合わせることで容易に求めることができる。各部分の電流を R、E を用いて表すと Q から P に流れる電流 I0 は L、K から L に流れる電流 I1 は O、M から N に流れる電流 I2 は和である。括弧5番の問題です。各部分の電流を、各部分の電流といえばこういう図でいうとここの I0、 こういう向きが I1、 向きが I2 ですね。この、電流ですね、電流を R、E を用いて表すと R というのは全てこのここが全部 R1 が R です、でしたので R2 が4分の R ですね。でここの起電力、誘導起電力を E とします。 R、E を用いて表すと Q から P に流れる電流 I0 はルK から L に流れる電流は I1 は O、 M から N に流れる電流、この向きですね、こういう向きを指定しています。電流 I2 は和であるという、これはなぜこの3つのこの3区画分の棒磁石を考えたかというと、このこれがこの棒磁石が流れないところは電流が生じません。でここでの明らかに磁束が変化しないところも電流が流れません。でそのなぜその3つ分の3区画の3つ分の棒磁石を考えたかというと、それぞれその PQ、KL、MN に流れるこのここですね、まあ、この K' を考えたらこの3区画分の電流を考えますから棒磁石も3区画分を考えたということですね。で今さっき言ったようにその持続変化しない部分は電流が流れないけども、電流が流れ始める、あるいはこの棒磁石がこの通り過ぎる時にも電流が流れますから、そのところを考えればいいわけですね。ですから PQ、 この I0 という電流は最初に流れ始める時から、これがまだ動き出してここを過ぎる時も電流が流れるから、その部分をトータルした部分を考えないといけないということになりますね。で最初にそのこの無限、半無限型の半無限回路網ですね、ここでここが誘導起電力を E とすると、ここの流れる電流はここで誘導電流が I とすると、ここは R と R と同じですから等分された電流が流れます。2分の I ですね、2分の I です。でここを E とすると E イコールキリロフロンスから IR プラス2分の IR の R で、2分の3の IR で、ここの電流はここに流れるこの電流 I は 3R 分の2として考えられます。で今さっき言ったようにそのちょうど PQ に流れる始める時はこういう状態ですね。棒磁石のこれ最初のこの真ん中あたりはもう磁束が変化してないですから、ここの最初の部分ですね、 3等分したこのこれが KL に流れる時、ここに流れる時、ここに棒磁石が来ると動いている時にはもうここにすでに流れます。 KL はもうすっかりここでこの磁束変化して流れ始めますから、その時は I ですね。でここに KL の時が I、 ここが PQ にこの棒磁石が来た時も I、 ここですね、ここも K' L' の時に来た時も I となります。でここに I が来た時はこう等分で2分の I が行きますね。で2分の I でしかもその R と R 同じになりますから、全問でやりました、2分の I からさらに等分されていますが4分の I で、こちらについてもこういう
ふうに二分の愛が二分の愛という電流が来てます。さらに等分されますから四分の愛ですね。でここでも同じくここで PQI が来た時はここが二分の愛四分の愛になります。ここで来て二分の愛が四分の愛になりますね。四分の愛が来てさらに二分の一になりますからここが八分の愛になります。でさらにここですね、こういうここに来た場合はどうかというと、これもここにこう愛二分の愛で四分の愛ですね。四分の愛が来て八分の愛、八分の愛が来てさらに二分の一になって十六の愛という電流が流れます。でこのようにしてこれが流れ始めてからさらにこの通り過ぎた後もこういうふうに流れるということから、トータルした部分も考えないといけないという。でまず PQ から P に流れる電流を考えます。このトータルした電流はどうかというと、この I0 はここではここでは4分の I ですね。こちらを向きをこういう向きを指定してますから、こちら向きはマイナスになりますからマイナス4分の I で、ここの場合はプラス I ですね。 I になります。でここでは4分の I こういうふうに流れますからマイナス4分の I で、結局4分のマイナス2プラス4分の4になって4分の2になって2分の I になります。で I が 3R 分の2ですから 3R 分2分の1かけ 3R 分の2でこれと消えて 3R 分の E という電流になります。で K から L の場合は電流 I1 はこういう向きを指定してますから、ここですね、 I はマイナス I になります。ここは4分の I プラス4分の I、 これは8分の I になりますね。でトータルした部分はこれで8分のマイナス8プラス2プラス1でマイナス8分の5 I になります。でマイナス8分の5かけ 3R 分の2で2と8で4になって 12R 分のマイナス 5E になります。 M から N に流れる電流はもうこれこちら I2 ですね。でもうこう、これはもう N からここで流れ始めて、これはもうすでにここでは過ぎていますから過ぎていますけれども、ここに流れますね。ですからここに、ここで、ここでこう I が来たらこう読むの I というのは流れていますから、 I2 はこういう向きを指定してますから4分の I プラスプラス全部プラス8分の I16 分の I で加えるわけですね。ですから16分の4たす2たす1で16分の7になります。で16分の7かけ 3R 分の2で2と16で8 3×24R 分の 7E となります。京都大学2022年の熱力学に関する入試問題です。次の文章を読んで四角に適した式または数値を、括弧からは適切なものを全て選び、その番号をそれぞれの回答欄に記入せよ。問1、問2では指示に従って回答をそれぞれの回答欄に記入せよ。ただしデルタ T などデルタを付した物理量は微小量であり、一時の項までを考えるものとする。括弧1、図1のようにピストンによって断面積 S のシリンダー内に密閉されたモル数 N の理想気体を考える。以下シリンダー内の理想気体を単に気体と呼ぶ。シリンダーは固定されており、ピストンは摩擦なしに動くものとする。ここで気体定数は R とする。シリンダーの底サタンとピストンの内面との間の長さを L、 気体の絶対温度を T とする。この時シリンダー内の気体の圧力 P は P イコール A である。図1の状態から次の2通りの状態変化について考える。括弧 A、気体の体積を一定に保って外部から熱を加え温度を T プラスデルタ T とした。気体は仕事をしないのでその熱は全て内部エネルギーに変化する。この時定積モル比熱を CV とすると、気体の内部エネルギーの変化デルタ U と温度の変化デルタ T の間にはデルタ U イコール E という関係式が成り立つ。括弧 E、 気体の温度を T を一定に保ってピストンを引き長さを L プラスデルタ L とした。この時内部エネルギーの変化はデルタ U イコールウであり、気体が外部にした仕事デルタ W はデルタ W イコール A かけデルタ L となる。
前述のような気体の状態変化を組み合わせて図2のような仮定1、仮定2、仮定3、仮定4の4つの仮定からなる熱力学的なサイクルを考える。仮定1では温度を TA に保ったまま長さが L2 から L1 になるまでゆっくりピストンを押す。仮定2では長さ L1 のまま温度を TA から TB に上昇させる。仮定3では温度を TB に保ったまま長さが L1 から L2 になるまでゆっくりピストンを引く。仮定4では長さ L2 のまま温度を TB から TA に戻す。なお L1、L2、TA、TB はある正の定数であり、 L1 は L2 より小、TA は TB より小を満たす。これらの仮定のうち気体が吸熱する仮定をすべて挙げると、 O は仮定1、仮定2、仮定3、仮定4が該当する。このサイクルにおいて気体が外部に対してする仕事の総量は可、正、ゼロ、負である。一番の空欄を埋める問題です。この時のシリンダー内の気体の圧力 P は P イコール A である。この時というのはこのシリンダー内のこの理想気体は N モルです。絶対温度は、気体の絶対温度は T です。でここが断面積 S ですね。これが L です。ですから体積は SL になりますね。 V は SL になります。で気体の状態ごと式を使えばいいですね。PV コレナルティ P が圧力、 V が今さっき言った SL になります。で N モルですから気体ですが R です。気体絶対温度は T ですね。ですからこういう式が成り立ちますから P は SL 分の NRT となります。次は空欄 E を埋める問題です。括弧はですね、気体の体積を一定に保って温度を T プラスデルタ T とした。定積モル比熱を CV とすると気体の内部エネルギーの変化デルタ U とデルタ T の間にはデルタ U イコール E という関係式が成り立つという問題です。ですからここはまあ熱を加えたわけですね。で T から T プラスデルタ T と温度が上昇したわけです。しかもここは気体の体積を一定に保ったままですから、定積モル比熱を CV ですから、定積モル比熱とは何かというと気体1モルの温度を1度1ケルビン上げるのにどれだけの熱がいるかという意味ですね。ですから N モールありますから N 倍の CV、 しかも温度がデルタ T ケルビンに上昇したわけですから、この場合は熱を加えたものが N の CV デルタ T になります。ところで熱力学の第一法則で Q イコール内部エネルギープラス外に差し事ですね。外に差し事のワードになります。これは N2 保存則ですが、この場合気体の体積が一定に保った場合ですから外部に対して仕事をしていませんね。増加していないから W は0です。デルタ V が0になりますから W は0になりますね。 P デルタ V ですから、ですから Q イコールデルタ U になります。デルタ U プラス0ですから、つまり内部エネルギーがすなわち加えた熱に全部転化するわけですね。ですから内部エネルギーの増加はこういう式になります。次はウと A の問題です。括弧E の問題ですね。気体の温度 T を一定に保ってピストンを引き、長さが L プラスデルタ L とした。この時内部エネルギーの変化デルタ U は U であり、気体が外部にした仕事デルタ W は A かけデルタ L となる。まず最初に U の問題ですけれども、気体の温度 T を一定に保ったというわけですからデルタ T は0ですね。温度上昇はない、温度一定だということですね。ですから、この内部エネルギーの増加は1モール N モールの理想気体ですから2分の 3NR デルタ T になりますが、デルタ T が0ですからデルタ U は0になりますね。ですから内部エネルギーの増加はないということで0になります。で次に気体が外部にした仕事デルタ W は圧力が P でデルタ V ほど S、 つまりデルタ V というのは S デルタ L になりますね。S デルタ L になりますから、この P は全問の結果を利用します。 SL 分の NRT になりました。これかけ S デルタ L ですね。ですから S と S が消えて L 分の NRT のデルタ L、 つまりここのデルタ L がここで A はここ、これですね。これが答えになります。次は O の選択問題です。
この過程1から2、3、4というふうにこのね、ズリゲ学的なサイクルを考えたわけですね。このピストンでこの理想気体 N ボルの理想気体のこの状態変化ですね、1、2、3、4というこのサイクルを考えます。この過程1は、まあ、1の場合は温度 TA が一定で長さが L2 から L1 になるまで押したと。過程2というのは長さが L1 のまま温度が TA から TB に上昇したということですね。で、過程3は温度が TB 一定で長さが L1 から L2 まで、引いたというわけですね。過程4が長さが L2 のまま温度が TB から TA に戻ったということです。 L1 と L2 の大小関係、 TA は TB よりも小さいということですね。で、ここで O はその吸熱過程はどれかというわけですね。この過程4通りある過程の中で熱を吸収する過程はどれかという問題です。で、一つずつ考えてみます。過程1から4までその熱力学第一法則ですね、 Q イコールデルタ U プラス W に当てはめてみます。例えば過程1の場合は温度 TA が一定ですから、一定ということはこのデルタ D は0ということですね。で、Q、そのデルタ U は2分の 3NR デルタ T で、デルタ T が0ですからデルタ U は0です。温度が一定というときは内部エネルギーの増加はないし0ですね。しかも長さが L2 から L1 まで、こう縮小したわけですから、気体が外部に浸すことをしてないですから負になりますね。 W は負になります。なぜならば、まあ、デルタ L が S デルタ L のデルタ L が、マイナスになりますから負になりますね。P デルタ V が負になりますから W が負です。ですから Q はこれはデルタ U が0で W が負ですから全体が負だと。 Q が負ということはマイナスということは放熱するということですね。過程2の場合は長さが L1 のままですから、まあ、定積変化だということですね。ですから定積変化ということは ΔV が0ですから W が0、しかも温度が TA から TB に上昇したわけですから ΔT が正ですね。ですから内部エネルギーが正でと、 Q は ΔU プラスこれ W が0ですから ΔU が正ですから全熱は正だと。ですから吸熱ということですね。過程3の場合は温度 TB が一定ですから ΔT が0、しかも長さが L1 から L2 まで増加しましたからデルタ L が正ですから W が正、 Q はこれはデルタ T が0ですから、これが TB っていうよりデルタ T が0ということで、まあ、デルタ U が 0ということですね。デルタ U が0ということになりますから、まあ、デルタ T が0ということですからデルタ U が0になりますね。ですから0プラス W、 W が正ですから正だということになります。ですから吸熱過程で4番の場合は L2 が L2 のままいることはデルタ V が0ですから仕事は0だということですね。外部に付する仕事は0、温度が TB から T に戻ったということですからデルタ T が負ですから TB、温度が降下したわけですから内部エネルギーが負になりますからデルタ U プラス 0でこれが負ですから負になります。つまり放熱過程になりますね。ですから吸熱過程とはどれかというとこの2と3ということなりますね。これで、こういう2と3が吸熱過程だということになります。 O の問題はそのここの過程において吸熱過程はどの過程かという問題でした。ですから2と3でした。次にその気体が外部に対してする仕事の総量は、つまり可の問題ですね。可の問題はこの気体が外部に対してする仕事の総量は正か負かゼロか、そのうちのどれかという選択肢の問題ですが、このここですね、この PL、まあ、PV 図ですけれども、このデルタ W、まあ、わずかの仕事ですね。デルタ W というのは体積 P デルタ V です。デルタ V というのは S デルタ L ですね。ですからこれの面積を求めることが外部に対してする仕事になりますから、これの3の場合はここの面積ですね。で1の場合は逆に仕事されたわけですが、ここの面積ですね、この面積、まあ、絶対値を考えます。ですからこちらこの面積とこの面積を引いたもの、これですね、これは正になりますから、こちらのつまり気体トータルした気体が外部に対する仕事の総量は、つまりこちらが大きいですから正なということですね。ですから丸1が正解になります。京都大学2022年の
熱力学に関する入試問題の続きその2です。括弧2、理想気体とは異なる物質を用いても熱力学的なサイクルを作ることができる。以下ではゴムのように伸縮する紐を熱力学的に考察してみよう。紐を自然張 L0 から引き伸ばすと、その張力はヒーター向きと逆向きに作用する。紐の張力の大きさ F が絶対温度 T に依存し、長さ L、L は L0 より大の時、F イコール AT カッコ L-L0 カッコで表せる場合を考える。ここで L0 と係数 A はいずれも T や L によらない正の定数とする。またこの紐の内部エネルギー U は絶対温度 T に比例し、 L によらない正の係数 K を用いて U イコール KT と表せるものとする。図 3A のような長さ L、 L は L0 より大、温度 T の紐をデルタ L だけさらに伸ばし、図 3B のように長さ L プラスデルタ L、 温度 T プラスデルタ T になったとする。この過程で紐が外部にした仕事は、紐の張力 F を用いてデルタ W イコールマイナス F デルタ L と書ける。紐の吸熱量をデルタ Q とすると、紐の内部エネルギーの変化デルタ U は FK デルタ W を用いずに表すとデルタ U イコール気となる。一方この過程における温度変化に注目するとデルタ U イコール K デルタ T とも表せる。それゆえこの紐を断熱的にゆっくり伸ばした場合、温度の変化デルタ T は A、K、L0、L、T、デルタ L を用いてデルタ T イコール気と表せる。この紐の状態変化を組み合わせて、以下の仮定 α、仮定 β、仮定 γ、仮定 δ の4つの仮定からなる熱力学的なサイクルを考える。仮定 α では温度 TE に保ったまま、長さ L が L1 から L2 になるまでゆっくり紐を引く。仮定 β では長さ L2 のまま温度を TA から TB に上昇させる。仮定ガンマでは温度を TB に保ったまま長さ L を変え L2 から L1 までゆっくり戻す。仮定デルタでは長さ L1 のまま温度を TB から TA に戻す。なお L1、L2、TA、TB はある正の定数であり、 L0 より L1 は大きく、 L2 は L1 より大きい、 TB は TA よりも大を満たす。問1番、図4を解答欄に書き写し、仮定 α、 仮定 β、 仮定 γ、 仮定 δ からなるサイクルを、紐の長さ L を横軸、紐の張力の大きさ F を縦軸としてグラフに示せ。その際仮定 α の最初の状態の張力の大きさを F1、 仮定 β の最後の状態の張力の大きさを F2 として、各仮定における L と F の変化を実線で示し、それぞれの線に α、β、γ、δ の記号をつけて表せ。また作図に必要な補助線を破線で示すとともに、状態変化の向きを示す矢印も記入せよ。このサイクルの各仮定で紐が外部にする仕事を見てみよう。各仮定で紐がする仕事は、微小なデルタ W イコールマイナス F デルタ L イコールマイナス AT カッコ L マイナス L0 カッコデルタ L の総和であるが、その大きさは問1のグラフにおいて対応する面積を求めることでも計算できる。仮定 α において紐がする仕事 W1 は TAL1、L2、A、L0 を用いると W1 イコール四角の K と表される。仮定ガンマにおいて紐がする仕事 W2 は W3 イコール四角個かけ W1 と表される。紐が仮定ベータでする仕事 W2 と仮定デルタでする仕事 W4 は W2 イコール W4 イコール四角の差である。以上より、この1サイクルにおいて紐が外部に対してする仕事の総量は C。
正、ゼロ、負であることがわかる。問い2番、括弧1の理想気体と括弧2の紐では、K の長さ L を変化させる際の熱力学的な応答が異なる。断熱的に長さ L を大きくする場合を例にとり、理想気体および紐がする仕事の違いに着目し、両者の内部エネルギーおよび温度の増減をそれぞれ説明せよ。過去2の機能問題です。紐の長さが L プラスデルタ L、これが L ですね。自然長よりも長いです。で L プラスデルタ L にさらにデルタ L 伸びたということですね。 L プラスデルタ L、 温度が T プラスデルタ T になった。紐が外部にした仕事はデルタ W イコールマイナス L デルタ L、 紐の吸熱量をデルタ Q とすると内部エネルギーの変化デルタ U は気となる。ここの機能問題ですね。ここで、このなぜここマイナス F になるかというと、紐がという主語が紐がになりますから、 F で伸ばした場合はその紐がの張力は逆向きですね。それですからマイナス F になります。デルタ L 伸びたということですね。で熱力学的、熱力学第一法則より、エネルギー保存則ですけれども、外から加えた熱は内部エネルギーの変化、それからさらにその紐がした仕事になりますね。気体の場合は気体がした仕事となります。でここで、デルタ Q 増えたということですね。デルタ U プラス、デルタ W となりますが、デルタ W はマイナス F デルタ L です。でここで求めるのはデルタ U ですから、これをこちらに移行したらデルタ U はデルタ Q プラス F デルタ L だということですね。でここではそのFK デルタ W を持ち図に表すという指示がありますから、これは F はここですね、 ATL-L0 になります。絶対温度 T に依存するし、伸びに比例しますね。伸びに比例します。ですからこれをそのまま F をこれを使えばいいわけですね。でデルタ L だと、ここはデルタ L になりますね。デルタ U はここへ持ってきて、デルタ Q プラス F デルタ L、 F がこれですから、ここF ですね。でデルタ L をかけます。ですから答えはこれになります。次は句の問題です。紐を断熱的に伸ばした場合、温度の変化デルタ T は AKL0LT デルタ L を用いてデルタ T イコール句と表せるという問題です。ここで、ここですね、内部エネルギー、紐の内部エネルギーは絶対温度に比例するということですが、これでデルタ U のわずかな増加は K デルタ T で表せる。これはもう問題文の中にありました。ですから内部エネルギーの変化分は K デルタ T だと。またこの内部エネルギーの変化はその全問の結果ですね、これになりました。デルタ Q、これは全問の結果ですね。これデルタ U は同じくこれであるし、これでもあるわけです。しかし断熱ですからデルタ Q はゼロになりますね。熱は加えられていないですから、これがゼロですから、つまりこれここだけだということですね。ですからこれとこれが等しいということが言えます。でここでデルタ T は K で割ればいいんですね。これが答えです。この答えを吟味するのもいいですね。これは温度が上昇するということですね。伸びれば伸びた分だけ温度が上昇するということになります。 L-L0 は伸びでもあるし、さらに伸びた分ですね。しかも絶対温度 T にも依存するということも言えます。過去2の問1番の問題です。この紐を仮定アルファから仮定デルタまで状態を変化させます。その時のグラフですね、縦軸を紐の張力、横軸をその長さですね、紐の長さ L でもって、このどういう仮定アルファからベータ、ガンマ、デルタのその状態変化をグラフに示しなさいという問題です。で仮定アルファとは何かというと、温度を TA に保ったまま長さは L1 から L2 まで引きます。仮定ベータでは長さが L2 のまま温度を TA から TB に上昇させます。仮定ガンマでは温度を TB に保ったまま L2 から L1 まで戻します。で仮定デルタは長さが L1 のまま温度を TB から TA に戻すということですね。で長さについての対称関係は L0 が最小、 L2 が一番最大ですね。で温度で言えば TA よりも TB の方が温度が高いということです。で仮定アルファの最初の張力ですね、最初の張力は L1 の長さでしたが、温度が TA ですね、その時は
まあ、F1 だということです。仮定ベータの最後の張力は F2 です。で、ここでそのここですね、紐の張力 F は温度とこの L-L0 つまり F 値は何かというと ATA ですから、しかも L1 ですね、最初の長さが L1 ですから、こういう式で表せます。ですから L1 のところですね、 L1 のところで、しかも F1 ですから、最初の仮定アルファの最初の状態はここになります。まずこのまだグラフがわからないときですね、じゃあベータの最後の状態は何かというと、温度が TB で L2 ですから、ここですね。ですから、まあ、F2 ですから、ここは与えられた量ですから、これとこれとこれは全部最初から与えられたものですから、ここだということがわかります。まずそうですね。で、その、この L2 まで引き、温度 TA に保ったままですから、ATA、ここは何かというと、ここは L2 の場合ですね、ここですね。L2 で、しかも温度が TA ですから、ここになります。で、ここのベータの最後は何かというと、このベータでなくてガンマですね。ガンマの最後には何かというと、ここですね、ガンマでは L1 まで戻しますから、ここの L1 の長さで、温度は TB ですから、こういうふうになります。で、ここで、その例えば TA ですね、この式ですね、F1 イコール、こういう式になりましたが、TA は A、こういう式で表せますね。TA は A カッコ L1-L0 の F1。これは傾きになりますね。これ分の、まあ、A は定数ですが、これ L1-L0、これ分のこれですから傾きになります。TA が一定ですから、ここからここまでは傾きは一定でいうことが言えますね。ですから、しかも、ここの L0 の時は何かというと、ここ L0、L1 が L0 のところになると、張力が0になりますから、ここ張力0になりですから、こういう風になります。ですから、こういう傾きですね。ですから、アルファ、仮定アルファがこういう直線になります。で、もう一方、ガンマの場合は TB に保ったものですから、同じような考え方で TB はこれですね、 A カッコ L2-L0 の F2 になりますから、これとこれ分の F2 ですね、これ傾きは同じです。 TB は一定に保ったものですから、傾きは同じ。でしかも今さっき言ったように L0 では0になりますから、こういうふうになります。アルファとガンマの場合はこういうふうになります。でベータの仮定ベータの場合は L2 のままですから、 F2 になったということですから、こうなりますね。でデルタの場合は L1 に TB から T に戻すということですから、こういうふうになります。ですから問1の答えは、この仮定アルファからベータ、ガンマ、デルタのグラフはこのようになります。矢印で表すとこういうレズリー逆的なサイクルになるということですね。次は K のクーラーを埋める問題です。仮定 α において紐がする仕事 W1 は W1 イコール K と表される。この K の式ですね、このでその前に問題文の中ではそのデルタ W の相和がその紐がする仕事になっていますから、結局ここの台形の面積ですね、仮定 α において紐がする仕事はこの台形の面積を求めることになります。ですから、ここで紐がする仕事ですから、紐は張力は引く方向とは反対方向ですから、マイナスを考えないといけません。ですから F1 は、ま、このマイナス ATA L1 マイナス L0 になりますね。ここはで、ここのベータの最初はここからここまで TA で温度を保ったままL1 から L2 まで引きましたから、ここではマイナス ATA の L2 マイナス L0 になります。ですからここが上底で仮定で、高さが L2 マイナス L1 で2分の1ですから、台形の面積の公式でこれ上底プラス仮定ですね、ここはこうなりますね、これとここはこうなりますか、上底プラス仮定ですね、かけ高さ割る2ですからこうなりますね。でマイナス ATA でくくると、括弧の L1 プラス L2 マイナス 2L0 で L2 マイナス L1 となりますね。で2で割る、で結局これ整理するとこういう形になります。マイナスがつくことを忘れないで、紐がする仕事ですからマイナスになります。この場合これが答えになります。次は空欄項を埋める問題です。仮定ガンマにおいて紐がする仕事
ダブル3はダブル3かけこの項かけダブル1と表されるという問題です。ここのダブル3ですね。ダブル3というのは家庭ガンマ、ここのやはり台形の面積を求めることになります。しかしここの場合は紐がする仕事は紐がこう逆方向に引く、戻しますから同じ方向ですね。その紐がする仕事は非張力とその動く方向は同じですからプラスになります。で最初のこのダブル値というのはマイナスになりますね。こういうここでの面積はこういう式で表されました。これ全部の結果です。でダブル3は今さっき言ったようにここの面積ですが、ここでの上底がここですね。ここは何かというと、TB に保ったまま U 値に戻しますからこういう式になります。でここは何かというと F2 ですね。 F2 はこの式になります。 TB ですね。ですからこれとこれ足します。ここがマイナスがつきません。これ上底プラス仮定、しかも高さが L2 マイナス L1 の2分の1だと。でこれは ATB でくくると L1 プラス L2 マイナス 2L0、 あとはこれこうなりますね。で2分になります。でここで気をつけるのはこれですね。これことこれだけとここが共通ですから、これから、この2分のこれはこれですね。つまりマイナス ATA 分の、これはこれですね。これはこれで割ればいいですね。マイナス ATA 分の W 値だということになります。ですからここれですね。ここはこれがそっくりくるというかですね。ですよって W さんは ATB かけこれですからマイナス ATA 分の W 値になって A というか消えてT、マイナス TM の TB だと、それの W 値だということですね。これの温度が高い分だけの倍数になっているということですね。答えはここはこれが答えになります。次は空欄差を埋める問題です。家庭ベータでする仕事 W2 と家庭デルタでする仕事 W4 は W2 イコール W4 イコール差であるという問題です。ここでここの面積はここはありませんね。これはデルタ、しかもデルタ L は、全然ないわけですね。デルタ L は0です。長さ L2 のままです。仮定ベータは長さ L2 のままです。仮定デルタでは長さが L1 のままですから伸びがないわけですね。ですからここのデルタ W はマイナス F デルタ L でデルタ L は0ですからデルタ W は0だ。結局は仕事は0ということで W2 と W4 は0だという、仕事は0ということになります。次は足のこの選択問題ですね。以上よりこの1サイクルにおいて紐が外部に対してする仕事の総量は正か0か負である、そのうちのどれかということですね。ですから総量ですから全部足してみます。 W1 から W4 まで足します。で W2 と W4 は先ほど0だということが分かりましたね。 W2 と W4 0、つまりこれとこれですね。ですから W1 プラス W3 です。で先ほどやった W3 というのはマイナス TA 分の TBW1 で W1 でくくると1マイナス TA 分の TB、 TA 分の TA マイナス TB になります。で W1 を最初にやりましたマイナス2分の ATA、 この式ですね。これをここ持ってきます。これを持ってきました。でここが TA 分の TA マイナス TB ですから、これにその W1 がこれですから、これを書けないといけないですね。これにこれを書きますから TA と TA が消えますからマイナス2分の A の TA マイナス TB になります。あとはこれはそのままですね。でこれを見るとこれマイナスですからここを TB マイナス TA にします。マイナスが消えました。でこれはそのままですね。でここを見ると L1 たす L2 は2倍の L0 よりも大きいですね。これは L1 の方が L0 よりも大きいし L2 が L0 よりも大きいですから正です。これはこちらもこれも正ですね。正です、正です。でこれも A は正です。TB-TA は正ですね。これ TB-TA は正になります。で全部これ正ですね。ですから W は正だと。つまり1番となります。次は問い2番、最後の問題です。断熱的に長さ L を大きくする場合、理想気体及び紐がする仕事の違いに着目し、両者の内部エネルギー及び温度の増減をそれぞれ説明しなさいという問題です。理想気体と紐の場合に分けて考えます。まず最初に理想気体ですけれども L を長くするという、つまり体積を大きくする、増加するということですね。で熱力学の第一法則を考えます。 Q イコールデルタ U プラス W です。
でここね断熱の場合ですから、断熱のですから Q は0ですね。ですからデルタ U はマイナス W になります。これが0ですから。で W というのはそもそも前、P デルタ V ですね、マイナス P デルタ V、外に向かって、その膨張します。このマイナス W ですけれども、この P デルタ V ですね、増加しますから、気体が増加する方向に気体が加わり、力が加わりますから、圧力 P デルタ V ですね。でマイナスですからマイナスになります。でここで、なぜ L を考えるかというと、この S 断面積は一定ですね、圧力も一定だと。でデルタ L S で SL になる、 V デルタの SL になりますから、 S は一定ですからデルタ L になりますね。ですからこういう式になります。でここでデルタ L は正です。ですから、結局そのデルタ U はこれが正ですから負になりますね。全体的には負になりますから、デルタ U は負だと。でこの理想気体の場合は、1モルの場合は2分の3、デルタ U は2分の3 R デルタ T で表せます。これデルタ U が負ですから、これは正ですね、正ですから、これデルタ T が負になります。つまり結局、理想気体の場合、断熱性変化、しかも断熱膨張ですね、その時にデルタ U は内部エネルギーが負、温度も負ということで、結局長さ L を大きくすると内部エネルギーは減少、温度も減少するということですね。つまり断熱膨張すると温度が低下するということです。もちろん内部エネルギーも減少するということですね。こういうことになります。一方ひもの場合はどうかというと、やはり熱力学的な大腸法則を考えます。 Q が0ですね。ですから Q が0ですから、デルタ U はマイナスW、結局まあ同じなんですけれども、このダブルというのは、紐の長さ、紐のが張力を逆方向ですから、マイナス F デルタ L、それしかもマイナスですから、結局プラスですね、F デルタ L。F というのは ATL マイナス L0 で表せました。で、これを見ると、これは全部正ですね、これ正になります。これデルタ L も正、伸びますか、正ですから、結局全体的には正になりますね。デルタ U は一方、K デルタ T という KT からデルタ K デルタ T になります。内部エネルギーと温度は比例します。ですからデルタ T はこれが正ですから、こっちも正、これは正ですね、正になりますから、結局内部エネルギーと温度上昇も正だということですね。長さ L を大きくすると内部エネルギーが増加する、温度も増加するということで、全く逆になるわけですね。理想気体の熱力学と紐の熱力学は似ておるようでも、L を大きくすると全く逆の現象が起きるということになります。